ゃあ私の方から簡単なインタビューで聞かせていただきます、はいはいはい、ご覧いただけましたでしょうか。少しだけ。ちなみにどこまで見ていたんですか。何だったんだろう。鹿かカンガルーかオーストラリアって聞いたから、ああカンガルーなんだったな。そこのところなんか、あそこまで見ていただきます、うん、怖かったですか。いやそこのところまでだよ。そこまではまだ怖くなかったですか。うん、ひでえやつだなと思った。まだ生きてたからね。ね、ひどいですよ、うん、あれがまた後々映画の後半に実はカンガルーもう一回登場して、ああそうなんだ、聞いてくるっていう。うん、もしよろしければ今日お家帰ったらまた見てみてください。うん、ホラーは普段ご覧になりますか。ああ見ますよ。映画はもう大体何でもこう噂になる映画とかはやっぱり見ますよね。ちなみにこの映画の中では、うん、こう手を握って何かを憑依させるっていう物語なんですけど、うん、何でも自分に何かを憑依させることができるとしたら何を憑依させたいですか。意外と簡単そうで意外と難しいね。憑依をさせるわけだから、亡くなった人間当然そうなんだろうけど、ちょっと親しい友人とか、うん、憑依させて会話ができるんだったら、うん、会話してみたいなと思うよね。幽霊じゃなくても何でも自分に今生きてる人でも物鑑に何か動物とかでも憑依させられる、もしくは自分が憑依できるとかだったら、あやっぱり孫をちょっと一回入れてみたいなと思うな。こいつどういうことを考えてるのかなと思って。孫さんはいくつなんですか。4つかな、うん、俺が入ってみてもいいな。こいつ一体どんなこと考えてるのかっていう。ありがとうございます、うん、一応ホラー映画なので、うん、教授さんご自身の最近のホラー体験、恐怖体験、何か怖かったこととかがあれば教えていただけますか。俺はね、基本的にはあまりこう信じない方なんだけど、まあ信じてはいないね。だから意外と仕事だったら僕行きますよって、うん、あんまり怖くないんですか。先ほどちょっと手にお見えちょっと、やっぱりこれ離れた体から離れたこの手首を触ったりするっていうのはあんまり気持ちのいいもんじゃないよね、うん、でもねプロレスの世界で僕ちょっと長年生きたから、ね、日本全国毎年1年でこう一周するわけ。不思議な体験したっていうのは、うん、ぜひそれを教えていただいてもいいですか。福岡で、うん、九州をずっと毎年、うん、年に1回はそういうシリーズでもある。あるホテル、うん、それは観光ホテルなんだよね。あの歴史があってね。そして大体そこで休みを取るのは博多なの。それ夏場何人かで飲んで帰ってきて朝方ね。そうするとね、僕の部屋に一緒に入ってる若い選手が部屋の外の廊下でうずくまってこうじっとしてるの。それこっちもちょっとお酒入ってるから、お前何やってんだって、うん、洗濯も全部終わったんだろう、食事したのかって、もう朝だぞって。そして部屋に入れようとすると、普段こんな力を出すやつでもない、ものすごい力で振り切って、いや入れないですって言うわけ。誰かいるんですって言う。あ誰がいるんだろうと思って、自分がやってるから入ってって、誰もいねえじゃないか、どこにいるんだって、そこにいるんですって言うわけ。この野郎っていくら見たって分かんない。そしたら隣の部屋から僕たちの声がうるさいから、ちょっと上の人が出てきて、何やってんだこんな朝方もう夜も明けてるの、もう入って寝ろよっていう。そいつを連れて入って寝かして、川っぷちの方へ寝かして、俺が出口のドア側に寝て10分20分ぐらいかな、俺の背中を思いっきり踏んで廊下にバーッ出てった。この野郎と思って追っかけて、何やってんだって、もうマジ怒って、言っても絶対に入んない、いるんですっていうわけ。カーテンのところにちょうどちょっとちゃぶ台があって椅子が向かい合う、そのちゃぶ台の上のカーテンが揺れてるところに男性と女性がこう向き合ってるのが見えるって、これかって言って、俺カーテン持っていらしたって、いますって朝チェックアウトするとき、みんな降りてくるときにフロントで、その時に流行った演歌を歌う歌手もそこの同じホテル泊まったんですよ。
そして僕たちが1週間か2週間ぐらいして東京に戻ってテレビをこう道場でつけて見てみると、あの時の歌手は昼間のなんか番組で出てたんですよね。そしたら不思議な体験をしたって全く同じこと言ってると思って、何か知らないけど片方のカーテンは奥まで入るのに、この片方のカーテンが揺れてはいるんだけど奥に入らない、その上の方を見ると女性と男性が向かい合ってるっていう、全く同じこと言った時、ああこいつが見たのはそういうことだったんだなっていう、そういうことはありましたよね。でも自分が実際には見てない、だから見れるやつと見れないやつがいるのかなと。すごい怖かったですいや怖いとは思わないんだけどね、うん、やっぱり、うん、そしたらそれから1年ぐらいしたらその大きなホテルが取り壊しになっちゃって、もう今はない。ありがとうございます。最後にあの今年ももう年の瀬ですけれども、はい、今年はどんな年でいらっしゃいますか。これやった後にこんなこと言う変わらないけど、うん、最近ちょっとこう体調はそんなによろしくはないんだけど、たまにこう寝てるとね、一人でクスッと笑う癖みたいなのがついたっていうかね、何なんだこの体調はっていうね、72になったらこういう具合になっていくのか、まあそれぞれみんな違うんだけど、こういうこう下っていくっていうか、だからこう世の中にこう流れについていくっていうのはすごく辛い、うん、そういう具合になって、今まで言われた、うん、人たちの言葉を自分が発するとは思わなかったし、自分なりにも今の年代で世の中を見る景色がこういうことを見る景色が違うのかっていう、そういうことをこう寝るときに考えたりしたらクスクスッと笑っちゃう。家族を持つ増えていくとやっぱりどうしても、うん、家族を守んなきゃいけない、そして自分がこう衰えていく、なんか残念だって悔しいって、だから頑張ってはいるんだけどね、まあ起きてる世の中のことってなんか怖い、それに比べれば遠くてもいいわいや本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、こちらです。すいません、ちょっと何枚か撮らせていただきます。はい、OK でございます。気持ちのいいものじゃないよね。